面白すぎる自撮り写真。何これ、ポテチまみれ。寝てる時に彼氏にでも撮られたのかな。じゃあこれ自撮りじゃないじゃん。自撮りだった。鏡でバレてるぞ。なんだよこの涙ぐましい努力は。おーイエスイエスイエス。おい、こちら自撮りする女の子2人。キヨ、別にこの余ってる右手で撮ればよくない？すごいなこいつ。てか惜しいな。おっと、イエスイエス、今度は本物だよな。努力がすごい。そこまで頑張んなくてもいいから。こちらは友達2人が仲良く自撮り、連写機能を使ってベストショットを狙っているみたい。どうした？よく見たら雲。まあそうなるわな。さっきまでの笑顔からこの落差。ビシッと白いジャケットで決めて自撮り。油断すんな、バッチリ映ってるから。なんだよこの貧乏ちゃまスタイル。洗面台の前でパシャリ。すごいの映ってる。なんだこの奇跡的な一枚は。スタジアムでパシャリ。自撮りしてる場合じゃねえ。この後どうなったんだろう。ちょっとやめてよ、いきなり撮らないでよ。もう惨めだな。これはパチンコで大勝ちした時の写真ですかね。めっちゃ見えてる。とりあえず嬉しいのは伝わった。イケてる自分をパシャリ。どこで撮ってんだよ。この人めっちゃ焦ってるよ。あ、この建物知ってる。これドバイだね。いいなぁ、ドバイで旅行か。バーカ。テリヤキチキンうまかった。あ、ハンバーガーを食べながら自撮りしたんかな。ハンバーガーどこだよ。可愛いのは分かったよ。